皆さん、こんにちは。あ、ラジこんにオち番は。組ギブギブギブの時間が参りました。パーソナリティの伊藤直哉と申します。今日はですね、8月31日。実はですね、8月31日って、野球が好きな方は、なんと野茂英雄さんの誕生日のあり、ゴルフが好きな方は、青木功の、誕生日のあり、結構有名な方がいる中で、実は私も今日が誕生日という、ちょっとすごくいい縁がある日で、こんな日にラジオをさせていただくことにすごく光栄ではあるんですが、今日はもうその、のもさんとか青木さんに負けないぐらいのとても素晴らしい大物の方をお越しいただき、で、今日はいろいろお話し聞きたいと思っています。はい。で、私の、とあるビジネススクールで、出会った方なんですけども、大前さんっていう方、チャーリーさんっていう、ニックネーム呼ばれている方が今日お越しいただいています。チャーリーさん、今日お越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、早速なんですけども、チャーリーさんの、自己紹介からお願いしても嬉しいですか？チャーリーと呼んでください。私は、直近で言うと12年ばかり、キャリアカウンセリングの仕事をしてまいりまして、主に就労支援といって、失業された方とか、再就職をしたいという方、中には大変就職が困難なそのハンディを抱えている方も含めて、12年間やってきました。通算でいうと1万7600人の、面談延べですけれども、やってきたんですね。そのきっかけになったのは、そのリストラをされたことで、想定外のリストラだったので、大変自分自身も困った境遇があって、そこからキャリアカウンセラーっていう資格を取って、そうなんですね。で、結果的にはそれを仕事として、困った方を笑顔になって旅立っていくまでの、支援をするっていうのが私の、天職になったかなと思います。で、そうですか。その経験を生かして、今、伊藤さんの、ビジネススクール、私もご縁があって、去年の末から、学び、それで起業をしたという次第ですね。そうですか、そうですか。で、最後にその起業した内容なんですけども、内容は、伊藤さん、ライフキャリアっていう言葉をお聞きになったことってありますでしょうか？言葉としては聞いたことは、あります。実は、キャリアっていうと仕事のことだけに、狭い意味で使われる方もいるんですけども、ライフキャリアっていうのは仕事も含めてなんですけれども、自分の生き方とか、自分の在り方とか、場合によったら、その人間関係、家庭の中での自分の役割とか、全てを含んで、そのライフキャリアの開発をする専門家として、企業をしたいと。で、特に、日本は、長寿化、非常に超高齢化社会って言われますけれども、50歳の方は、50年これから生きるという前提で自分のライフプランを考えていただきたいなっていうことで、ライフプランっていうのはお金儲けだけじゃなくて、大きな 視点で、その計画を立てるお手伝いをなってしたいというと、そういうことを今、進めているところです。すみません、長くなっちゃいました。全然。今のこうね、仕事の、ストーリーのところまで、ね、語ってね、いただいたところもあるんですけども、その、延べ1万7千人の方と、600こう、あ、人です。600ね、増えたっけ、っていうのすごい数ですね。当初そんなふうになると思わなかったんですけども、毎日面談をするたびに、お年齢とか、年齢とか、一日何人やったのかっていうことをメモを取ってたんですね。で、最初は、ジャンボの、その定員に、なったとか、その一人で、目安として喜んでたんですけども、習慣として最後に数えていくと、
17,600って数字になるんだなっていうのを、まあ、10年過ぎたぐらいに、後で気づいたんですね。はい。だ結果としては、月曜日から金曜日まで、から晩まで、ずっとそれをやり続けてきた、11年、プラス起業に当てた1年、そんな感じの、まあ、一つの目安ですね。もう朝から晩っていうことは、はい。もう休みなくひたすら、まあ8時半から5時まで、そうですね。ぶっつけで。はい。月曜日から金曜日で、土曜日は、月に2回ぐらい。土まあ、曜日。実際、ハローワークで言うと3箇所。で、それと、まあ、東京にございます、東京仕事センターってところで、2年ばかり、雇われる形で、就労支援をやってきたというそうでしたか、そうでし形たでしか。たね。はい。一人何時間って決まってるもんなんですか、その対はい。談時間とか。まあ、ハローワークにいるときは、とにかく回してほしいって言われて、まあ、回してほしいっていうのは、要はさばいてほしいって言われるんですね。ですから、長くやってると逆に叱られるんですけども、そうですね。結構叱られる口だったんですが、はい。まあ、ただ、自分の中で、だいたい3、40分ぐらいを一つの目安にして、回すようにしてきましたね。というのは、1時間超えますと、相手の方の集中力もやはり切れてしまわれるので、ちょうどいい時間ですね。で、中には、5分、10分で終わられる方もいますすね。みません。はい。ただ、繰り返し繰り返し来られる方もいるんで、そうなんですね。列を、自分の前に待ってる人がたくさん並ぶのは、やはりあんまり好ましいことじゃないと思うので、まあ、ワンショットで短く終えた方がいい場合は、そういうふうにやって、結果的にはそのくらいの数になったっていう、そんな感じですかね。そうだったんですか。はい。その、まあね、何回も同じ方もいらっしゃるってお話だったんですけど、はい。はい。それは逆に言えば、大前さんを指名できるもんなんですか？本当は制度的にはダメなんですけども、そうなんですね。とはいえ、とはいえ、やはり、指名で来られる方結構いらっしゃるんですよ。なんかわかりますね。はい。で、そういう方を排除する公的な機関ですから、まあ、ハローワークの場合は、表向きはダメだって言われるんですけども、来られる方をそうやって排除することもまたいけないっていう両方があって、そうでしょうね。そういうことで随分、ハローワークの方からは、お叱りを受けましたね。で、ごめんなさい。ハローワークの方に言ったらごめんなさい。東京仕事センターはもう担当制で、もう専任でこの人は、私のクライアントということで、もう指名と違った形でもうずっとその方が解決するまでやるっていうのが仕組みだったので、私としては非常にやりやすかったですし、はい。ハローワークでも担当制を引いてくれるところがあって、そうなんですね。はい。同じ話を繰り返し繰り返し違う人に話すのって、やはり、相談する方は大変なんで、そうでしょうね。はい、よく分かってくれてるっていうことで来てくれた方が効率がいいケースもありますよね。そうですよはい、ね。はい。こう、一箇所でね、決まればいい。いいですけど、なかなかやっぱりこう面接で、ああ、そうですまあね。ね、落ちちゃったりとか、やっぱ同じ人にやっはい。ぱり、どこがいけなかったかとかね、そうでいっすたね。ね、やっぱ相談っはていうい。かね、まあ悩みっていうか愚痴なんでしょうかね、やっそうぱですね。そういうことを受りけ止めね。る役割もとても重要だと思うので。まあ一方ではね、怒られちゃうこともありますけど、まあそう受け止めるのもやっぱり、そこは大前さんなるし、チャーリーさんの、はい。私とかなんかすごく現れてるところが、そうかもしれないです。なんか怒られてる方がちょっとすみません、目に浮かんじゃってすみません。あ、いえいえ、もう、ハローワークとは多分、相性が悪かったんだろうと思ってます。仕事内容はすごく、チャーリーさんにすごく、合ってたんじゃないですか、その相談のあ、方もね、来やそうすでくすね。ね。やっぱり、誰にも相談できるわけではない、そういう話を受け止めて、その筋道を、やはり自分も、専門家でありたいということで、学びながらやってましたんで、本当に20代から70代の方、
で、70代の方が就職決まって、勤めて、ご挨拶に来てくれることがあるんですね。あの人のおかげで、とてもいい職場に出会えて、というようなことを、感動がございましたね、仕事で。いいですね。そうね。やっぱお礼にできてくださるっていうのは、そはれはい。嬉しいです嬉しいでね。すね。はい。やっぱり喜んでいただけてるっていうことが、そうですやよりがね。い、生きがいに自分としてはなってたのかなって思いますね。はい。そういった意味で、このいろんな、教え子ってあってるのかわからないですけども、いろええ。んにこう、送り出された方が、いる中で、そうですね。すごくこうね、やっぱりこう、チャイさんの中でも、なんか、お見えに残ってる方とかは、そう話せでるす範囲でね。構わないですけども、どんな方がいらっしゃったんですか？もう本当にいろいろの方の顔が浮かびますけども、例えば、病害世代っていう言葉、ご存知でしょうかね。言葉は、金融危機の後に、企業の求人がすごく落ちちゃって、正社員になれないで、仕事をしてこられた方っていうのが、かなりのボリュームでいらっしゃるんですね。そういう方は、本当に、世代をまたいでっていうか、20代、30代、40代とずっと大変な思いを、非正規雇用で働いていたり、自分の意思とは関わりなくパワハラにあったりとか、自分の意思とは、関わりなく、契約満了で首切られたりっていうことの経験をしている人、これ本当に国も予算をつけてますけどね、これ、その方の問題というよりは、やっぱり、社会、あるいは雇用環境のいろいろなその負の部分を背負って、その中で一生懸命働いている方の応援を、もう何人かの方が浮かびますけども、その時の支援ってテクニックではないんですね。やはりその方の置かれた環境を深く受け止めて、その前に進むエネルギー、力を、自分と触れ合うことで感じ取ってほしいっていう、無意識の思いがあって、その何人かの方から共通の言葉で、就職決まった後、手紙をいただいたり、言われたことがございます。どうすることで、か、それ今は。日は、パワースポットでしたと。パ私のワースパワースポットでしたと。ポット。くじけそうになった時に、話を聞いてもらって、そこで元気になって、また、頑張ろうと。というような言葉が、僕の中でも非常に印象に残ってますね。いい表現ですね。はい、嬉しパワーかっスたポッですト。ね。皆さん、こうね、すがる思い、こういう寝所に行く中で、仕事を失った方は、もう、チャーリーさんにすがる思いで、そうだったかもしれないこうですね、ね。いう存在だったってことですよはい。ね。それと、これは、そういうことを通じて学んだんですけども、人間の関わりの中で、励ましたり、なんていうんですか、あなたならできるよっていうか、そういうパワーフレーズっていうのをかける頻度が非常にやはり今の、日本の職場の中では細っているのかもしれないし、友達同士でもそういう、なんていうか励ましだとか、需要だとか、そういったことをもし気づけば、簡単にできることをどちらかというと、控えてしまわれる方が多いのかもしれないですね。そうかもしれませんはね。い。やはり、人からいい声をかけてもらえる。それ親子関係もそうかもしれないし、企業仲間同士もそうかもしれませんけどね。そうですよね。言葉はやっぱりパワーだと思いますね。まさしくね、我々が学んでたビジネススクールは、そういった励ましの言葉とかが、はい。もうふんだんに出てましたよね。そうですね。それですでエネルね。ギーもらって、そうで頑す張れる、ね。そういうそうこでとすよが、ね。あると思いますね。そうですはよい。ね。はい。私もね、この年になって、それをね、新たにこうね、学んで、ある意味良かったなって気もね、しますよ。そうそでの、すね。チームでこう、
まあ、結局はね、一人一人なんでしょうけども、はい。やっぱりこう、グループというか、まあ、チームというか、同期というか、まあ、また別の勤務、だんだん、はい。まあ、出てきてますけど、やっはい。ぱりこう、みんなでこうね、盛り上げていくっていうのは、そのビジネススクールの、やっぱりすごくとても大事な、そうですね、いいとまあ、ころですね、ね。まあ、チームのはい。輪というか、全体の輪なんでしょうね。はい。はい。で、誰かなんか投げれば誰かこう拾うっていうね。はい。そういった、すごくね、こうね、まあ、私も拾う人間になりたいなと思うんですけど、はい。はい。まだまだそこまでそう行き着いてはないんですけども、い今や、の伊藤さ話をん、聞い十た分ら、拾ってらっしゃると思いますよ、私は。もっと拾いたいなと思いますけど、一応ギブギブギブ歌ってる人はね、はい。あれやらなきゃいけないなと思ってるんですけど、まあ、確一かつは、笑顔ってあるじゃないですか。あ、はい、笑顔は、はい。伊藤さん、いつも笑顔でらっしゃいます。いや、同じじゃないですか。笑顔って人を元気づけるああ、大事ですよ力を持っね。てると思いますね。大事ですね。緊張、解くっていうこともあるかもしれません。はそういう意味で言うと、このキャリアカウンセリングという、その向き合ってる、そのお客様は、一様にこう、どうしていいかわからないっていう中を生きてらっしゃるんですね。で、その、どうしていいかわからないときに、他人の、まあ、できれば、専門家であってほしいと思うんですけどね。その他の人の意見を聞いて、あ、そうなのかと。じゃあ、それをちょっとやってみようっていうふうな、そういう流れが、もっともっと生まれるといいかなっていうふうに思いますね。ああ、そうですね。自分ではい。できるぞっていうね。やっはい。た頑張安れる心感ぞっていうか。ね。はい。それがと思い大ま事だっすたりね。しますもんね。結は局はい。ね、やっぱり、結局やっぱ動かなきゃいけない場面って多いとは思うので、そういうそうで時すにね。こう、後押ししてくれるね、存在に多分ね、チャーリーさんはね、なってたんじゃないかな、なんてね。だといいんですけど。思いますけど、そう、さっき私もチャーリーちゃん、チャーリーちゃん、チャーリーさんずっと言ってますけども、ちなみにそのチャーリーさんの由来っていうのは改めて、はい、せっかくなんで視聴者の方に、そうですね、チャーリーっていう名前で、例えばコーチングを学んでいた時も、ペットネームでチャーリーって呼ばれておりまして、スタートラインは、昔ブログって、まあ、今でもブログありますけども、ブログが、まだツイッターとかインスタがない最初の頃に、ございましたよね、なんか一斉にブログ書き始めた時代。で、その時に、ココログっていう、ニフティかな。そこで、自分のブログを立ち上げたんです。今から20年ぐらい前になりますけど、20年前に。はい。その時の、名前がチャーリーだったんですね。ああ、なるほど。そこからじはい。ゃあ、捉えて。はい。で、そのブログが4000記事ぐらい実は記事があるんですよ。おー、すごいじゃないですか。ははは。で、要は、お金儲けを目指したブログではないもんですから、家族の歴史っていうか、自分、まあ、夫婦、あるいは自分の子供たちの成長過程や、そこで生じる思いなどを、まあ、書き綴るブログをずっとやっていて、で、気がついてみたら、そこの中に自分のその20年間が、まあ、パッケージとしてあるんだなって、いう、それが通算全部チャーリーっていう言葉でやってるので、チャーリーって呼ぶ人の方が多いんですよ。ああ、そうですね。あんまり、お前さんってよりもチャーリーっていうふうに言ってくださるのが、逆に距離を縮めて嬉しいので、ああ、そうですよね。はい。こうね、ちょっと視聴者の方にちょっとね、まあ前のどっかの方とも話したことあるんですけども、このはい。ビジネススクールは実はね、あだ名、ニックネームで呼び合うことになってるんですよね。そうでしたそうね。そう。で、はい。私はサブローですし、はい。大前さんチャーリーですし、じゃあ、サブロさんってちょっと読み替えますね。そう、だんだんこう、私ね、伊藤って名字なんですけど、多分ビジネススクールの方は伊藤って、あれ、誰だ、あいつはっていうふうに、なってるっていうのは私としての、まあ、そこは成功かなっていう。ちなみに、サブローさんって何が、スタートラインってあるんですか？まずね、伊藤って名字ね、どこでもいるんですよ。やっぱそああ、のね、同期にもね、2、3人いたんでね。はい。なんで、まあ、差別化するわけないですけど、あ、そうはい。だそうだ、猫の名前にしようということで。ああ、飼っ猫てるの猫の名名前がね。前。あ、そうでしそたう。か。それが定着したっていうのが。ああ、そうでしたか。
そうなんです。全然伊藤内何も関係ないですね。いや、まじ長男ですし、はい。三男でもないし。サブロ。なんでサブローなのって。じゃあ、名乗り始めてかなりの、年数があるんでしょうかね。ああ、そうですね。はい。まあ、そこはチャーリーさんとね、まあ、チャーリーさんほとんどキャリアないですけど、はい。まあ、そういったね、こう、ニックネームで呼ぶっていうのは、なんかこう、ちょっと親近感がね、そうですね。でもいろんな世代の方がいる中で、それこそ、まあ、どっかの大企業の偉い方もいらっしゃったりとか、ああ、そうですね。ああ、まあ、チャーリーさんとか、やっぱりね、ハローワーク推奨ね、すごく、あ、ご活躍された方とか、いる中で、こう、みんなね、こう、気軽にこう、言えるっていうああ、のが、そうまですた、ね。ね、いい、この場なのかなっていうのは、はい。でもすじごいですゃあ、こね。れかはい、ら、三郎さんと呼ばせていただきますね。はい。でも、そうですね、ブログね、さっきの記事だと、もう2日に1回以上のペースですよね、20年間そうでで。すね。ですよね。本当に、はこういうキャリアカウンセラーの仕事をい、始めてからも、毎朝、職場のそばのカフェで、その記事をなる上げほてど。から仕事に行くとか、そういあ、なるほど、なるほど。日記のようなはい、使はい。い方を、してまいりましたね。ね、私もね、見させてもらったことありますが、すごくね、こう、深いね、こう、言葉がはい、使われてて、まあ、ちょっと全部読み切れてはない気持ちはあるんですけども、はあ、あれですよね、やっぱ継続は力なりっていうのは、本当にああ、こそうかもしれないですう、ね。そういう、はい。書くことが好きだったっていうこともありますし、ああ、はい、はい、はい。人に向けてっていうよりも、やっぱり自分の中をこう整えていくなるほど、なるほど。ことが、ものを書くっていうことにあると思うんで、ああ、そういうことです起ね。業をしようって思った、1年前のはい、はい。4月に最初にやったことは、ブログを自分で作ろうっていうことで、ワードプレスっていうこのツールを使って、すべて手作りで、自分のブログを、作ったんですね。で、仕事の方向性も全然わからなかったんですけども、ただタイトルだけは、天気の技法っていう、その天気は、空の天気ではなくて、トランジションっていうか、人生の天気とかっていう、その天気の技法っていうタイトルだけは決まっていて、なるほど、なるほど、なるで、ほど、それなを、最初半年はそれを2日に1遍ずつぐらい書くことだけが自分の仕事だったって、そういう時期があります。そうですか、そうですか、そうですか。今となってはそれが良かったなと思いますけど、ああ、そうですなよかなかしんどね。かったですね。あ、2日に1回って結構ね、結構できつかったね、ですね。私もね、このラジオ番組毎週ですけど、週に1回でも結構なんか追われてる感じは正直しますけど、それそはれね、非は、常に、柱の一つでも終わりだと思いますし、私はその継続は力なりっていう言葉は、やっぱりそういうところにあると思いますね。相手の姿は見えなくても、たくさんの方がその記事を読んでくださっているとか、あるいは思わぬ記事がアクセスをこう増やしていったり、これが非常に不思議なんですけどね。で、少しずつ自分の考え方が、方向性が見えてきたりとか、そういうことで、ちょうど、2、3日前に上げた記事で、やっと90記事になったんですよ。おお、なるほど、なるほど、なるほど。で、早く、100記事にしたいし、元気であれば、200、300と、おお。やっぱりやっていきたいかなっていうか、そう思いますね。ああ、ね、もう、早くそこやったらそこは達成できるんじゃないかと、私はね、思っていますので、ぜひぜひどんどんね、アップの方にしていただけたらなって、こう思うんですけども、じゃ、実は三で郎すさん、ね、その時ね、ごめんなさい。一つだけ、こうして本当に良かったって思うことがあります。実は、最初は、アクセスがこう増えてきましたらね、アフィリエイトをつけて、広告収入を得られるかもっていう、そういうなる声ほど。があったんですね。あ、そうですね。なるほど。それでやっているうちに、ある、招待でなければ、アフィリエイトができない会社から、オファーがあって、そうだったんですね。これは、ぜひ、うちの商品を貼ってくれませんかっていうことで、とても、それ嬉しかったんですけど、結局、そこでお金を取ろうっていうことをやめようと思ったんですよ。要は、全部、ギブ、ギブ、ギブ。
テイクをしないっていうか、ギブギブ。このブログは自分にとって、自分が伝えたいことを相手の方に届ける。で、相手の方が何かそれ読んでよかったなって思えば、まあ、それでよしっていうことを、まあ、守ってたのが僕には良かったかなと。ですよね。だから、書く思いは、カウンセリングをするときに相手がいるじゃないですか。その思いを、ブログを読む人を、自分のクライアントとして想定して書いていくっていうスタンスは今でも変わってないんですけどね。なるほど、なるほど。まあ、お金をいただくのはもっと違ったところで、うん、リアルにその方を応援できるところで、そうですね、はい、報酬というか対価をいただければいいんであって、そうですよね。はい、こういう思いで、やってきて、今となってはよかった。あ、よかったですね。はい、ここでお金もらって自分にとって何かプラスになるかっていうと、そういうものではなかろうっていうのは今でも思ってる。なるほど。そうですね。ああ、よかったですね。はい。そうね、実はね、こうね、いろいろお話いただいて、あれなんですけど、もう実はですね、もう番組がエンディングの時間に、こう、失礼しました。おしゃべりなんで、すいません。いえいえ、こう皆さんで、ね、感じるところなんですね。もう、あっという間に時間が過ぎちゃうっていう、こうね。ああ、そうですね。いうところで、はい。そう、こうね、チャーリーさんことね、こう、お前さんに出ていただいて、こう、今のご活躍のね、経歴とか、そのブログの話もね、こう、広がりましたので、なので、ブログはこう、YouTube でアップできますので、はい、アドレス貼っちゃってもよろしいですかね。もちろんです。ありがとうございます。じゃあ、貼って、ね、皆さんね、ぜひね、読んでいただければと思います。どうもありがとうございます。はい。今日、お前さん、チャーリーさん、お越しいただきまして、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。沖縄方も、いい、8月最終日をお過ごしください。はい。はい。はい。じゃあ、ここで番組は終わらせていただきます。ありがとうございました。